好ゲームが期待できそうなカードになりました。後攻チーム対先攻チーム、8チームトーナメント第4試合1回戦の模様をお送りいたします。早速参りましょう。後攻チームの先発は右の明神、先攻チームの先発は左のオメガ鳴海。この両投手の投げ合いです。さあ初戦をものにするのはどちらのチームになるか。右の明神マウンドに上がります。今日は配球にも注目したいと思います。まずは1回の表、先頭バッターは風薙。背番号6、第1球投げました、打ちました、ファールボール。第2球投げた、ミオストレート、見送ってボール。第3球を投げた、インコース、シンカー外れてボール。第4球は真ん中ストライク。投球これから5球目、ボール。第6球を投げた、打った、破った。風薙いいバッティングを見せました。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。右バッターボックスは2番荒方。第1球決まってストライク、いきなり157キロ。第2球投げた、打ちました。第3球を投げた、1球外してボール。第4球を投げました、打ちました、ファール。第5球投げました、打った。第6球を投げました、アウトコース高め、空振り三振。最後は158キロストレート。バッターは3番スワン。第1球投げました、内角低め、ミオストレート、外れてボール。さあ次の投球投げました、アウトコース高め、ミオストレート、外れてボール。第3球を投げた、ボール。一塁牽制球を送ります、タッチセーフ。第4球を投げた、ミオストレートはストライク。ここは1球見ました。さあ5球目打ちました、いい当たり、ピッチャー返し、抜けた、中継、スワのナイスバッティングです。高校チーム先制のピンチを迎えます。バッターは DH の新海いろは。1球目空振りから投げた、ミオストレート、見送ってボール。第3球を投げた、打ちました。次が4球目投げた、打ちました、2塁ランナー三塁へ向かう、ファールボール。さあ投球は5球目、外角高めいっぱい、見逃し三振、外角高めいっぱいに決まった。では改めてリプレイをご覧いただき、バッターは5番中井。中井背番号4。第1球打ちました、初球打ち、内野ゴロ、サードこれは守備範囲内、アウト、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。明神ワンアウト一塁二塁のピンチでしたが、ここは0点に抑えました。高校チーム大事な立ち上がり、まずはゼロに抑えました。左のオメガ鳴海マウンドに上がりました。どういった立ち上がりを見せるか。1回の裏、高校チーム攻撃に入ります。トップバッターは風薙。第1球初球空振り、タイミング合いません。初球空振りから投げました、打った、ファールボール。追い込んで投げました、一つ外したボール。第4球を投げました、これはいい当たりだ、いった、一直線、入った、入った、ホームラン、先頭打者ホームラン、スタンドへ突き刺さった、甘い球を完璧に捉えました。高校チーム先制1対0。今チームメイトが迎えます。では先制の場面映像でご覧いただきましょう。
バッターは2番小葉。第9球投げました。初球を打ちました。これは内野ゴロ。中井取った。一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは日野。第9球初球はカットボール空振り。第2球投げました。カットボールはボール。第3球を投げた、外れた、ボール。第4球を投げた、見送ってボール。投球これから5球目。外のボール引っ掛けた、フラフラっと上がった、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは指名打者半田。背番号33。第9球オメガランブルフォールはボール。まずはインコース低め。第2球投げた、膝元、カーバー外れてボール。投球は3球目。投げた、見送ってストライク。第4球を投げた、打った、引っ張った、ボールはライナーでライトへ、ヒット。半田、いいバッティングを見せました。バッターは5番長瀬。第9球投げました。初球流し打ち、これは右へ切れていきます。初球から投げました、ボール。第3球を投げました、変化球アウトコースへ外れてボール。第4球を投げました、ボール。第5球投げました、5球目空振り。投球はこれから6球目。スタートを切った、三振。1回が終了しまして1対0、高校チーム先制点を挙げています。2回の表、先攻チーム攻撃に入ります。先頭バッターは五十嵐。第9球投げた、ミオストレート、見送ってストライク。いきなり158キロ。第2球投げた、2球目ストライク。これで追い込みました。追い込んでから投げた、ボール。次が4球目、投げた、ミオストレート、ボール、低め。投球これから5球目。真ん中、空振り三振。バッターは7番みその。みその、背番号2。第9球投げた、打った、強い当たり、入れば同点だ。打球はそのまま伸びていく、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは8番田中。第9球投げました、初球シンカー空振り、バットが空を切りました。第2球投げました、これは引っ掛けた、打球は三遊間へ、一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。明神三者凡退に抑えています。2回の表が終わって1対0です。2回の裏、高校チーム攻撃に入ります。トップバッターは鮫島。第9球打った、初球打ち、中井ボールを取る、セカンドから一塁送球アウト。鮫島、いい当たりでしたがセカンド正面。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番海野。第9球投げました、オメガランブルフォール、見送ってボール。第2球打った、右中間へのフライですが取りました。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスには矢部も。第9球投げました、初球打った、レフト前に出る、取りました。これで3アウト。高校チーム結局この回3人で攻撃が終わっています。2回の裏が終わりまして1対0です。
先攻チーム、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番石上。第9球投げました。初球から打ってった。ボテボテの技、あっと弾いた、取れない。そして今拾い直した。矢部もそのままベースを踏んでアウト。打順はトップに帰って風薙。第9球投げた、外れた、ボール。第2球投げた、高め、ボール。投球はこれから3球目、外角高め、際どい球、ボール。第4球はアウトコース、空振り。さあ投球は5球目、投げた、ミオストレート、外れた、フォアボール。バッターは2番荒方。第9球初球打ち、引っ張った、切れていきます、ファール。第2球投げた、カーブはボール。第3球を投げた、低め、際どい、ボール。一塁へ牽制球を送ります。一塁タッチセーフ。第4球を投げました、インハイ、ミオストレート、外れてボール。さあ5球目、打ったいい当たりだ、ピッチャー返し、抜けた、中継、荒方ナイスバッティングです。高校チーム同点のピンチを迎えます。先ほどヒットを放っている諏訪野、高校チーム一打同点のピンチを迎えています。チェンジアップはボール。第2球投げました、見送ってボール。第3球を投げました、ボール。さあ4球目、打って出ました、三遊間の打球、二塁ランナー三塁へ、セカンドフォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。明治ワンアウト一塁二塁のピンチでしたが、ここはゼロに抑えました。3回の表が終わって1対0です。高校チーム、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番ワン。第9球オメガランブルフォールはストライク、まずは見送りました。初球ストライクから投げました、流し打ち、ファール。第3球を投げました、打ちました。次は4球目、投げた、ボール。投球これから5球目、カットボールはボール、インコース低め。第6球を投げた、ボール。第7球を投げた、打ちました、ピッチャー返し、オメガナルミ掴んだ、ピッチャーから一塁送球、アウト。強襲の打球で負傷したらしく、現在治療中とのことです。しばらくお待ちください。今ベンチから出てきました、プレーに戻っていきます。バッターはトップに帰って風薙。第9球初球オメガランブルフォール、空振り。第2球投げた、オメガランブルフォール、見送ってボール。第3球を投げました、ストライク。第4球を投げました、インコース高め、オメガランブルフォール、外れてボール。さあ5球目、オメガランブルフォール、見送ってボール。第6球を投げました、打った、三遊間のゴロ、五十嵐ボールを掴んだ、一塁へ送る、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは2番小場。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げました、打ちました、初球打ち、レフト前進、左中間へのフライ、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。オメガ鳴海、最後はバックに助けられました。
ゲームは中盤4回に入ります。先頭バッターは DH の新海いろは。第1球外れた、ボール。第2球投げました、ミオストレート、見送ってボール。第3球を投げた、打ちました、ファール。第4球を投げた、4球目空振り。さあ投球は5球目、投げた、打った、痛烈な当たり、センターへの打球、これはヒットになります。新海いろは、いいバッティングを見せました。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは5番中井、最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。第9球ボール。第2球投げた、変化球ストライク、高め、少し意識しすぎたか。第3球を投げた、打った、流し打ち、左へ切れた、ファール。第4球を投げました、見送ってボール。次は5球目、ミオストレート、見送ってボール。投げました、打ちました、左中間へ持っていきましたが掴みました、ランナー一塁に戻ります。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。バッターは6番五十嵐、今日2度目のバッターボックス。第9球投げました、ボール。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、高めの球、空振り。第4球を投げた、打ちました、三遊間へのゴロ。風薙取った、一塁送球、あーっと落とした、記録はファーストのエラー、ファーストのエラーです。高校チーム同点のピンチを迎えます。第9球投げた、初球を打ちました、打球はライトへ、ヒット、ライトバックホーム、みそのナイスバッティングです。高校チームなおもピンチが続きます。リプレイをご覧ください。満塁のピンチで迎えるバッターは田中。高校チーム、ここは外野フライも避けたい場面です。第9球初球決まってストライク、いきなり157キロ。第2球ミオストレート、見送ってボール。第3球を投げた、打ちました、さあ4球目、インコース低め、空振り三振。先ほどのプレーです。左バッターボックスは9番石上、最初のバッターボックスはファーストゴロに倒れています。第9球投げた、外角高め、ミオストレート、外れてボール。さあ次の投球、投げた、打ちました、レフト前に出る、掴んで、これで3アウトになります。さあリプレイです。明治ワンアウト満塁のピンチでしたが、ここは落ち着いてしのぎました。4回の表が終わって1対0です。高校チーム、この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは日野、第1打席は内野フライに倒れています。初球オメガランブルフォール、空振り。第2球アウトサイドボール、抜けました。投球はこれから3球目、アウトコース低め、空振り。第4球を投げました、内角ボール球、打った、抜けた、日野いいバッティングを見せました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは DH の半田。まずは一塁牽制、タッチはセーフ。第9球投げました、高め、ボール。第2球投げました、ストライク。
第3球を投げました。3球目空振り、バッター追い込まれました。一塁牽制、タッチセーフ。第4球を投げました。打った、ファールボール。第5球投げた、打ちました。さあ6球目、一塁ランナー走った、三振。ボールを二塁へ送った、盗塁成功。バッターは5番長瀬、これが2度目のバッターボックス。投げた、外れた、ボール。第2球投げた、見送ってボール。第3球は打ちました、スタンドに入りました、ファール。第4球を投げた、内角球空振り、追い込んで。第5球投げた、これは引っ掛けた、レフトフライ、飛距離は出ていません。ランナー二塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは二塁変わりません。左バッターボックスは6番鮫島、最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。第1球投げました、初球空振り、いきなり152キロ。1球目空振りから投げました、ストレートはボール。第3球を投げました、ストレート。第4球を投げました、打ちました。ご注意ください、投げました、アウトロー際どい球、ボール。第6球はボール。第7球を投げた、三振。4回までが終了しまして1対0、高校チーム現在1点をリードしています。先行チーム、この回1番からの高打順になります。先頭バッターは風薙。第9球投げた、初球打った、三遊間の当たり、ボールはファーストへ、記録はヒット、記録はヒットです。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。リプレイをご覧ください。右バッターボックスは2番荒方、今日3打席目。第9球投げた、初球ミオストレート、空振り、いきなり159キロ。第2球投げた、このボールも空振り。第3球を投げた、外れた、ボール。投球これから4球目、風薙スタート、投球ボール、キャッチャー二塁へ送球、これは楽々セーフ、盗塁を許します。先ほどのプレーです。第5球投げました、見送ってボール。第6球を投げました、流し打ち、どうだ、切れていきます、ファール。第7球を投げました、打った、入れば逆転だ、センター取りました、中継、あと二塁ランナータッチアップ。高校チームなおもピンチが続きます。さあピンチが続く場面で迎えるバッターはスワン。高校チーム、ここは外野フライも避けたい場面です。第9球投げました、初球カーブは空振り、初球空振りから。第2球投げました、ボール。第3球を投げた、ボール。投げた、外れた、ボール。第5球投げた、打ちました、レフト前進、掴みました。三塁ランナーのタッチアップはどうだ、ホームイン。高校チーム追いつかれました、1対1。リプレイで同点の場面をご覧いただいています。バッターは指名打者新海いろは。投げた、初球はチェンジアップ、空振り。第2球引っ張った、ファールボール。追い込んでから。第3球を投げた、ミオストレート、ボール。内角低め、次が4球目。投げました、打った、ファール。第5球投げました、高め、外れてボール。さあ6球目投げました、カーブはボール、低め。第7球を投げました、打った、レフト前進、これは平凡なレフトフライ、取って、これで3アウトチェンジ。5回の表が終わって1対1、明神とうとう打たれてしまいました。
5回の裏、高校チーム攻撃に入ります。この回のトップバッターは海野。第一打席はセンターフライに倒れています。第9球投げました。カーブはボール。さあ次の投球、投げた、ストライク。第3球を投げた、内角高め、カーブは外れてボール。さあ4球目、カットボールはボール。第5球投げた、打った、これは強烈、入れば勝ち越した。伸びた、伸びていった、入った入った入った、ホームラン、ソロホームラン、ライトスタンドへ吸い込まれていった。海の一振りで勝ち越し。チームメイトが迎えます。今の勝ち越しのシーン、リプレイでご覧ください。右バッターボックスは8番矢部も、第1打席はレフトフライに倒れています。第9球投げた、内角、オメガランブルフォール、外れてボール。さあ次の投球、投げた、真ん中ストライク。第3球を投げました、打ちました、いい当たり、ライナー破った、クリーンヒット、センターからセカンドへ、矢部もツーベースヒット。さあリプレイです。ランナー1人を置いて迎えるバッターは1、最初のバッターボックスはピッチャーゴロに倒れています。第1球投げました、初球空振り。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、打ちました、入るか入るか、ヒット、二塁ランナー三塁へ向かう、中継、矢部も三塁回ってホームへ、高校チームさらに1点追加、3対1、ワンタイムリーツーベース、これで2打数の1安打。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。打順は1番に帰って風薙、まずは二塁牽制、二塁タッチセーブ。第9球投げました、ボール。セカンド牽制球です、タッチはセーブ、二塁はセーブ、投げた、ボール。投球はこれから3球目、ボール、インコース高め。次は4球目、投げた、打って出ます、セカンドが落下点に入りました、取りました、これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。さあ追加点のチャンスにバッター小葉、今日はセカンドゴロとレフトフライ。第2球決まった、ストライク、変化球にキレがあります。第3球を投げた、アウトコース、直球は外れてボール。さあ4球目、ボール。次は5球目、投げた、打ちました、これは打たされてファーストフライ、掴みました、これでツーアウト、ランナーは二塁変わりません。バッターは3番日野、投げた、打ちました、ファースト真正面、田中、ボールを取る、一塁送球、オメガ鳴海取ってアウト、スリーアウトチェンジ。前半が終わりまして3対1、高校チーム2点勝ち越しです。バッターは代打国寿、第9球ボール。第2球投げました、低めの球空振り。投げました、ミオストレート、空振り。追い込んで第4球を投げました、インロー、外れてボール。次は5球目、見送ってボール。
投げました。打ちました。ライト方向へ持っていきましたが、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番五十嵐。これが3度目のバッターボックス。第9球投げました。内角低め見送ってストライク。まずは入れてきました。第2球投げた、見送ってボール。投げた、チェンジアップはボール。投げた、ボール。次が5球目。5球目空振り、伸びのあるストレート。投げた、打った、センター落下点。センター方向へ持っていきましたが、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは7番みそのの。第9球投げた、初球から打ってった、ピッチャー返し、抜けた。みそのナイスバッティングです。名字交番、右のゴー、今日2人目のピッチャーとして登板です。今日はどんな投球を見せてくれるのか。バッターは8番田中。今日はサードゴロと三振。第9球インロー際どい球、ボール。第2球投げました、アウトコース高め、ストライク。肩越しにランナー見た。第3球を投げました、ボール。第4球は高速スライダー、ボール。第5球投げました、打ったに当たりだ、あっと左中間、どうだ、ワンバウンド、ヒット。みその二塁決定、三塁へ。田中ツーベースヒットを放ちました。高校チーム同点のピンチを迎えます。ツーアウトランナー二塁三塁となりまして、石上、今日はファーストゴロとレフトフライ。第9球投げました、初球シュートは空振り。第2球投げました、シンカーはボール。投げた、まっすぐ空振り。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。追い込んでから投げた、低め際どい、ボール。さあ投球は5球目、投げた、打ちました、当たり損ねのファースト、ミット弾いた、やべ、今拾った、ゴー、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。リプレイをご覧ください。ゴー、踏ん張ってランナー2人残塁。6回の表が終わって3対1です。ピンチヒッターはカミラ。第9球投げた、外れた、ボール。第2球投げた、打ちました、投げました。3球目ストライク、バッター追い込まれました。さあ4球目、ストレートはボール。第5球投げました、インハイ、オメガランブルフォール、外れてボール。次は6球目、投げました、際どい球、選んでフォアボール。先頭バッターしっかりと見極めました。右バッターボックスは長瀬、今日は三振とレフトフライ。投げました、第2球カミラ、走った、投げました、ストライクになった、盗塁成功。高校チーム重要な場面で盗塁を決めてきました。先ほどのプレーです。投げた、ボール。セカンド牽制、二塁タッチはセーフ。第4球を投げた、打ちました、ライト方向へ持っていきましたが、取りました、三塁は。これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。ランナー一人を置いて迎えるバッターは鮫島。今日はセカンドゴロと三振。第9球投げた、見送ってボール。投げた、空振り。第3球を投げた、インコース低め、カットボール外れてボール。
第4球を投げました。オメガランプルフォール、見送ってボール。第5球投げました。打ちました。右中間へ持っていきましたが掴みました。ランナー三塁へスタートを切った。高校チームなおもチャンスが続いています。先ほどホームランを放った海野。第9投げました。インローを見送ってストライク。まずは見送りました。第2球投げました。ボール。投げました。ボール。さあ4球目カットボール空振り。タイミング合いません。第5球投げた。カットボール空振り三振。6回の裏が終わりまして3対1、高校チームこの回の攻撃は0で終わっています。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。この回の先頭バッターは風薙。第9投げた。初球空振り。いきなり154キロ。第2球見送ってボール。第3球打った。切れていきます。ファール。投球これから4球目高めボール球打った。当たり損ない。永瀬掴んだ。一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番荒方。第9投げた。初球高速スライダー空振り。第2球投げた。外を際どいボール。投げた。高速スライダー決まってストライク。追い込んでいます。第4球を投げました。低めの球見逃し三振。左バッターボックスは3番スワン。第9初球見送ってストライク。第2球投げました。ストライク。これで追い込みました。投球は3球目投げました。ボール。第4球を投げました。打ちました。スタンドに入りました。ファール。次が5球目投げました。見逃し三振。ゴー。最後は見逃し三振に仕留めました。7回の表が終わって3対1です。オメガ鳴海降板。右の三田村今日2番手としてマウンドに上がります。まずは立ち上がりに注目しましょう。7回の裏高校チームラッキーセブンの攻撃。トップバッターは矢部真。第9投げた。パームボール見送ってストライク。第2球投げた。打った。引っ張った。レフト線にボールが飛んでいますがアルボール。第3球を投げた。一つ外してボール。第4球を投げた。ボール。投げた。打ちました。第6球を投げました。パームはボール。第7球を投げました。打った。第8球は打ちました。三遊間の当たり。風薙ボールを掴んだ。一塁へ送る。あっと送球それた。ショートのエラーが記録されます。バッターは9番ワン。今日3打席目。第9打ちました。初球打ち。ピッチャー返し抜けた。矢部も一気に三塁へ。ボールはサードへ。三塁タッチはセーフ。ワン。いいバッティングを見せました。さあチャンスを広げています。代打は友澤。第9投げました。ボール。第2球投げました。決まってストライク。第3球を投げました。アウトコース高め空振り。バッター追い込まれました。次は4球目投げた。打ちました。次は5球目ボール。投げた。変化球空振り三振。
バッターは2番小葉、今日4度目のバッターボックス。決まった、ストライク。第2球ストレートはボール。投げた、スローカーブ、ボール。一塁へ一つ牽制球を送りました。一塁タッチセーフ。投げた、見送ってストライク。投球これから5球目、ボール、外角高め。一塁牽制球を送ります。タッチはセーフ。第6球を投げた、打った、ピッチャー返し、抜けた。中継、高校チーム1点入りました。4対1、小葉タイムリーヒット、今日初めてのヒットになりました。さあリプレイです。三田村降板。ここでマウンドに上がったのは立川。今日3人目のピッチャーとして登板です。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。左バッターボックスは3番日野、初球を打ちました。風投げ、取った、二塁フォースアウト、アウト、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。7回までが終了しまして4対1、高校チーム1点を追加しています。5降板。マウンド上は早川、今日3番手としてマウンドに上がります。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。バッターは代打仙道。第9、投げました、初球マリンボール、空振り。1球目空振りから、投げました、ボール。投げました、打ちました、追い込んで、投げました、外角低め、空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。第9、投げました、外れた、ボール。第2球、投げた、打ちました、ファール。第3球を投げた、ボール。投球これから4球目、アウトコース高め、ボール。投球これから5球目、打った、三遊間、鮫島ボールを取る、一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。ピンチヒッターは指導。第9、投げた、見送ってボール。第2球、投げた、流し打ち、抜けた。指導、ナイスバッティングです。バッターは7番美園、これが4度目のバッターボックス。第9、投げた、ボール。一塁へ牽制球を送ります。タッチセーフ。第2球投げました、カーブは空振り。投球は3球目、投げました、打ちました、追い込んでから、投げました、ボール。第5球投げました、打ちました、ファールボール。投げました、外角高め、際どい球、ボール。第7球を一塁ランナー自動的にスタート、打ちました、痛烈、さらに伸びていく、ライト線ぐーっと打球が上がってきますが、場外への特大ホームラン、ツーランホームラン、まさに目の覚めるような一発。先行チーム2点返しました。素晴らしい一発をベンチも祝福。リプレイをご覧ください。バッターは8番田中、今日はここまで3打数1安打1三振。
投げた、外れた、ボール。さあ次の投球、投げた、見送ってボール。第3球を投げた、打った、ファール。投球これから4球目、カーブはボール。投球これから5球目、あーっと入れば同点だ、いった、一直線場外ホームラン、同点ホームラン、2者連続ホームラン、失投だったでしょうか、完璧に捉えられました。さあチームメイトからも祝福を受けます。さあ先ほどの同点の場面です。バッターは9番石神。第1球投げた、初球打った、破った、石神いいバッティングを見せました。さあ2アウトから勝ち越しのランナーが出ました。先ほどのプレーです。打順はトップに帰って風薙、第1球投げた、初球空振り、第2球投げました、ボール。第3球を投げました、マリンボール決まってストライク。追い込んで第4球を投げました、あっと引っ掛けた、ライト前進、ヒットになります。石神二塁回った、中継、風薙ナイスバッティングです。高校チームピンチを迎えます。さあリプレイです。さあここが試合の分岐点となりそうです。第1球投げました、マリンボール見送ってボール、まずは低め。第2球投げました、空振り、一塁牽制、一塁タッチセーフ。第3球を投げた、ボール。さあ4球目打ちました、鮫島、これは守備範囲内、一塁へ送る、あっと送球それた、アウト、スリーアウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。早川見事に流れを断ち切りました。高校チームピンチを乗り切りました。攻撃に期待がかかります。さあここは守備を変えてくるようです。バッターは DH のカミラ、指名打者カミラ。第1球投げた、ボール。第2球外側決まってストライク。投球は3球目投げた、打ちました、ファールボール。第4球を投げた、打った、ピッチャー返し、抜けた、カミラいいバッティングを見せました。さあノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。リプレイをご覧ください。バッターは5番長瀬。第1球真ん中にストライク、タイミング合いません。第2球投げた、スクリューはボール、内角高め。第3球を投げました、外れた、ボール。第4球を一塁ランナー出た、外れた、キャッチャー二塁送球、これは悠々セーフ、盗塁成功です。先ほどのプレーです。先行チーム外野は浅めの守備を取ります。打ちました、これはいい当たり、入れば勝ち越しだ、打球はそのまま伸びてライト見送った、ホームラン、ツーランホームラン、ライトスタンドへ突き刺さった。高校チーム勝ち越し、6対4。勝ち越しの場面映像でご覧いただきましょう。バッターは6番鮫島。第1球投げました、ストレート決まってストライク。
初球空振りから投げました。打った。第3球を投げました。引っ張った。ファースト左へのゴロ。立川取ってアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。第9投げました。スクリューに送ってストライク。さあ次の投球、投げた、決まってストライク。バッター追い込まれました。投球は3球目、投げた、打った、センター前に出る、取りました。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは8番矢部も、今日はここまで3打数1安打。第9投げた、スクリューはボール。第2球投げた、打ちました。ファースト右横のゴロ。田中掴んだ、一塁送球。立川取ってアウト、スリーアウトチェンジ。8回の裏が終わりまして6対4、高校チーム2点勝ち越しです。さあいよいよ9回に入ります。この回のトップバッターはスワン。第9投げた、1球目ストレート空振り。第2球投げました、インローへ、変化球外れてボール。第3球を投げました、外角高め空振り。追い込んでから投げました、打ちました。さあ5球目、マリンボール見送ってボール。投げました、見送ってボール。第7球を投げました、内角低め外れてフォアボール。いきなりフォアボールを与えてしまいました。バッターは指名打者仙道。第9投げた、初球マリンボール空振り、少し意識しすぎたか。1球目空振りから投げた、これも空振り、タイミング合いません。投球はこれから3球目、高め外れてボール。第4球を投げた、ボール。投球これから5球目、打ちました、ショート右へのゴロ。友澤ボールを掴んだ、二塁へ送る、セカンドフォースアウト。セカンドから一塁送球、アウト、ゲッツー。バッターは5番国寿。高校チーム、ここは何としても抑えたい場面。第9投げた、ボール。第2球打った。球の行方にはくれぐれもご注意ください。第3球インコース高め、カーバー外れてボール。第4球を投げた、直球ストライク、外角高め。さあいよいよあと1球。投球これから5球目、低めの変化球ボール。さあ6球目投げました、打ちました、あっと弾いた、そして今拾い直した。矢部も一塁キャンバス踏んでアウト。ゲームセット。高校チームトーナメント1回戦を見事勝利しました。さて本日のヒーローは、本当に今日は大活躍でした。お送りしてまいりましたトーナメント第4試合1回戦は、高校チーム勝利して次の戦いに駒を進めました。この勢いで次のゲームに期待しましょう。実況は私堂前秀夫で、市民球場よりお伝えいたしました。